ヒロアカそうの現場って結構まあ普通にね。うん。ちょっと早めに終わるじゃないですはいか。はいはいでも3人で人数減ったのにもかかわらず、普通に刑事時ぐらい、間いっぱいかかっ時間いっぱいね。て、いやなんかあれ人数減ったのにすっげえ時間伸びてんだけど、これは一体どういうことだなんて思いながら 撮ってたよ。なるほどうん。ね。なんか結構その大事なシーンってところを、やっぱそこう人数をちょっと減らしてって、そう。うん。こを重点的に撮るっていう撮り方結構したりするよそれがヒロアカなんでね。大事なところというか、見せたい部や分っー、ていうところだっうん。たりとか。大変だったなー。なんかちょっとね、ここら辺、スペイン戦編は、だいたい次の日、のとボロボロっていう。や、でも、あやのだ叫びねをやってたら、でー。うん。も確かに、そうなると思うんですよね。いや、でも、本当ね、いや、でも、凄そまの限じい界の熱量声でしたが、よ。やっぱり、視聴者に届くんで、い最高だった。やー、めちゃめちゃ良かったねと思います。ー。うん、あまあ、のでシやーンっぱは。り、こう、あそこまでいろいろ込めた、話だと、なかなかオンエア見たときに、純粋に楽しめなくて、なる結ほどね。そっ局、かそっかそっ反省か。点とかすごいいっぱい見えてきちゃっうわぁ、て、そうなんですね。そうなんですよ。そっか。うーそれはでん。もなんかすごくこっちから見てるとやっぱり、いいだらしいというかなんというか 本当だ。